Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を、ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道電気ガスに次ぐ重要なライフラインとなったインターネット回線、ご視聴いただいた方の通信回線構築レベルを高め、皆さんの月額料金が安くなる手助けになるように本日も情報展開いたします。今回はリンクスライフは 1TB まであるについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。時は2020年、無制限使い放題と歌い、人々に無限のデータを提供すると言っていた会社が多くあった。世はまさに大無制限使い放題時代。そして月日が流れた2021年現在、今無制限使い放題って歌っていた34社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。時代は月 100GB などの容量明記プランへと移り変わったのであった。今回は 1TB プランもあるあの会社についてです。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1. リンクスライフは 1TB まである。 2. ツイッター&ごちゃん& YouTube 情報まとめ。それでは行ってみましょう。 1. リンクスライフ、リンクスメイトは 1TB まである。リンクライフはドナツキン Wi-Fi の会社のことだよ。以前アップした動画のコメント欄にてとしかずさんから情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントダウン。ニューロモバイル無制限動画、やはりアップしましたね。未だに無制限。なら、リンクスメイト、MVNO は 1TB までちゃんと料金表示してるよ。宣伝してあげて、とのこと。リンクスメイトってありましたね。確かゲーム特化でしたっけ？ちゃんと調べたことはなかった気がします。見てみましょう。5G 回線、オプション登場。リンクスメイト。いろいろと独自のシステムがあるリンクスメイト。まずはこちらからドン。カウントフリーオプションで対象のゲーム、コンテンツ、SNS の通信量カウント 90% 以上オフとのこと。わかりやすいシステムですね。対象のコンテンツなら 10GB 使っても 1GB 計算になるというもの。ただ、カウントフリーという意味とは若干違うような、フリーではなくない？月額500円のオプションですね。対象コンテンツは、グラブル、アイマス、アズールレーン、荒野、シャドバ、FF、プリコネ、モンスト、アベマ TV、ニコード、インスタ、ツイッター、フェイスブックなど。有名どころはこんな感じでしょうかね。これらをヘビーに使う人にはいい制度ですね。次、ダウン。ゲームと連携して素敵な特典をゲット。リンクスメイトのシムでカウントフリーオプションを利用して対象ゲームと連携すると素敵な特典がもらえる。対象ゲームドン。6個だけですね。かなり限られた人のサービスですね。いろいろと説明がありますが、ほとんどの人が多分関係ないから気になる人はチェックしてみてください。さあ、料金プラン行ってみましょう。次ドン。リンクスメイトでお得にスマホを使おう。選べる料金プランは全99種類。とのこと。99種類は多い。ドン。うひょ、多い。100MB から 1TB まで圧巻ですね。一つの基準である 100GB を見てみると、データシムで 11,730円と超高額。先日第6回米主催全29社 100GB ランキングを作成いたしましたが、これほど高いところはなかったですね、他には。1TB に至ってはデータシムで 86,880円。もう家が借りれるレベルですね。住める。シムに住める。縛りはないですが、解約時はシムカード削除事務手数料というものが3000円でかかります。そんなところでしょうか。100GB で見た感じ、相場の3倍ぐらいの価格ですが、結構昔からずっとあるので、ゲームでアイテムをもらえるために契約する人とかがいるんでしょうかね。ご契約は計画的に。2. Twitter& ごちゃん& YouTube 情報まとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。人生には山ほど情報があるので5個ずつで、リンクスメイト情報を拾っていきましょう。それでは行ってみましょう。まずは Twitter ダウン。Twitter 1、とりあえず iPhone から SIM 引っこ抜いて、ジェリー2に入れた。リンクスメイトは無事通信できた。Wi-Fi の 5G じゃない 5GHz 帯も問題なく掴んでる。8ック入れたけど、キーボードの切り替えがどこにも表示されんのだが。ツイッターに、マジでSIM悩む。安く済ますなら、メインのドコモかリンクスメイトのSIM追加発行なんだけど、追加SIM契約解除時の解約手数料がなかなかでかいぞ。ツイッターさん、携帯代、私がリンクスメイトに契約してて、父はそれの契約に紐づいた2代目みたいな感じにしてるから、激安なんですけど、
請求が2人分私に来るので母が父の携帯代として、ああ今月通話してるから値段が違う、あんた調べてリストを書いといてみたいにしてたんですけど、私が何ヶ月も父の携帯代を調べるのを忘れてて面倒くさくなってきた。ツイッター4 MVNO でまともに戦えそうな IIJ OCN ビッグロープ Y モバイルと、低容量ならニューロモバイルやリンクスメイトあたりか。ツイッター5、以下の条件を全て満たしたアカウントを買い取りいたしております。ランク201以上、 SSR キャラクター180体以上を所持、リンクスメイトに一度も連携していないもの。現場からは以上です。リンクスメイトに連携していないと何か特典があるんですかね。なんか初回ログインとかでなんか美味しいのかな。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋、いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン YouTube1 ミミさんから、ニューロモバイルのデータ無制限プランは3日間で 10GB 超えたら速度制限になりますが、 YMAX と同じというわけではありません。ニューロモバイルデータ無制限プラン、当日を含む3日間の合計データ通信量が 10GB を超えた場合、当該 SIM カードを使った通信の速度を制限することがあります。速度制限は翌深夜から朝方に解除いたします。制限後の通信速度は最大で 700kbps となります。 UQYMAX 前日までの直近3日間で YMAX2 プラスおよび LTE 方式の通信量の合計が 10GB 以上となった場合、ネットワーク混雑時間帯括弧翌日18時頃から翌々日2時頃、括弧2019年9月時点にかけて YMAX2 プラスおよび LTE 方式の通信速度をおおむね 1Mbps に制限します。細かくゴニョゴニョと書いてみました。もちろん回線がソフトバンクか YMAX2 プラス、かっこプラスエリアモードでは au4g LTE の違いもあります。データ無制限は容量の上限がないという意味なので、制限になる前にたくさん使うとか、解除後の昼間にたくさん使えば月 100GB 相当というわけではないんですけどね。さすがに低速後も使えますって言ってしまうと、月 20GB を超えると 1Mbps で使い放題、かっこアハポボソダンビュラインとかかけてしまいますけどね。ごめん、大事なことは注意書きの中に。 YouTube にボーカロイドウーロン茶さんから、同じニューロなのにニューロ光ユーザーには何のメリットもない。 YouTube さん伊藤小鉄さんから、一部の超ヘビーユーザーのために3日で 10GB 制限しないといけないなら料金倍でも良いから 100GB 快適に使えた方が幸せ。YouTube4 カチノさんから、無制限括弧制限しないとは言ってない。 YouTube5 パンシューさんから、ソニーは三木谷さん見習って基地局マンション屋上に建ててね。電磁波で最上階の人々大丈夫かな。現場からは以上です。高圧電線とか電波塔の近くとか気になっちゃいますよね。よくわかんないじゃん、人体への影響が。続いて5チャンネルの僕も契約して1年無料の楽天モバイルスレッドから抜粋ドン。5チャンネル1、4月加入は3月で解約しないといけないんだよな。5チャンネル2、早めに解約するよな。俺は5月中旬には解約予定。アンリミ2000円くらいまで下がればサブで継続かな。5チャンネル3、契約上は契約した前日でいいことになってるけどね。5チャンネル4、ちなみにアクオスセンス3ライトとオッポ A5 2020なら、俺ならオッポの方を選ぶ。5チャンネル5、解約順番待ち始まってるから2月に解約した方がいいよ。現場からは以上です。解約順番待ち、解約しようとしたら順番待ちで過ぎちゃって使用料金請求とかあるの？さすがにそれはない？え、あるの？どうなの？怖。ということで最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。リンクスメイト、すごいプランの数があって選択肢が多いですが、やっぱりちょっと高いですよね。小容量を契約してゲームめっちゃするって使い方が推薦なんでしょうかね。そして最後になりましたが、話は変わって Amazon 欲しいものリストに入れていたプレゼントが届きました。しかもすごい大量に、ありがとうございます。匿名希望とのことですので、お名前は伏せさせていただきますが、メッセージはご紹介させていただきます。先日は限界突破 Wi-Fi の特集ありがとうございます。特集の依頼者です。今後の判断の参考になりました。
これからも配信を楽しみにしてます。開封係さんの好物も入ってないと今後のモチベーションに関わるかもしれないので、ジャーキーも同封しました。素晴らしい英才教育ですね、とのこと。特集のリクエストしてくださった時にも大量にプレゼントいただいたのに、またまたこんなに、ありがとうございます。助かります。例によって我が家のプレゼント開封係に仕事をしていただきました。僕にプレゼントを与えてくださる限りなく神に近い人間のような神のために概要欄に Amazon の欲しいものリストを置かさせていただきますが、お返しはし、お返しはね、動画内でこうやってお礼を言うことくらいしかできませんのでお許しください。慈悲深き神々よ。ということで、いつもご視聴、高評価、コメント、チャンネル登録、メンバーシップ登録までありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。また水。うん。また水。また水だね。うん、すごいね。うん、なんかドアを開けれた。うん。うん、まだある。あ、まだ？うん。まだあるの？まだあるよ。そう。全部ある？じゃあ持ってこようか。うん。はい、おいで。プレゼント。あ、硬い。めためたね。開けてた。はい。ビーフジャーキー？うん、よかったね。ほら、うん、またビーフジャーキー。やったね。かわいい。かわいいの、それ。あと、これは？あ、うん、まだあるプレゼント。それが最後だよ。え、そう？うん、開けられなかった。これいいのかな。移りゆく日々の中で刻まとわりついてくる思い出はパーって綺麗で僕が見える。お菓子だった？うん、お菓子やった。やったね。なら、ビーフジャーキーとお菓子。うん。ねえ、一緒に食べよう。うん、食べよう。お菓子とビーフジャーキー。お菓子。ビーフジャーキー。よいしょ。よいしょ。食べよう。やった。お菓子のビーフジャーキー。うん。これ、お菓子。お菓子食べる？袋
ここに開けばいいか。自分の意思で約束はないよ。夢に向かって進むのか。これなん、これなんだろうね。大きいね。みかん、おいしそう。お父さんおざるでしょ。うん、お父さんもちょうだい。え、これこれ。それあげるよ。え、それ、いいよ。ちょっと待って。うん、これ持ってた。そうじゃダメだよ。うん、お父さんどうがいい。お父さん、どうでもいいよ。あった。また？あ、これなーちゃんがいい。これお父ちゃんのね。うん。ちょっとなーちゃん食べてみよう。こんなのがおいしい。だんだん。おいしい？持てないよ。うん。よかったね、おいしくて。美味しい？